ババタツイババタツイ明治21年11月1日は日本の武士、思想家、正論家。最も求心的で国粋的な国と会を組織した人物。意味名は、司法、通称としてタツイを称す。家営三年、土佐藩士、ババライ八の次男として土佐国高知城下中島町に生まれる。藩校、文武館で学び、江戸留学の判明を受けて、 慶応2年、鉄砲巣にあった中津藩邸の福沢塾で、政治史、経済学を学ぶ。その後、長崎に赴いて、長崎英語練習所にて、オランダ人宣教グイドフルベッキに英語を習う。明治2年、慶応義塾に戻り、後に、教師も務める。明治3年7月12日、土佐藩の留学生として、真鍋正樹を国沢クロ、深尾開作。 松井正美らとイギリスに留学し、海軍や法学について学ぶ。イギリス留学中、土佐藩イギリス留学生らの団長を務めるマサ正清と決闘を行い、ナベを負傷させている。明治7年に帰国。翌年、岩倉施設団の一員として、再び都営し、イギリス滞在中に政府留学生となる。留学中、1873年出版の、 エレメンタリーグラマーオブザ・ジャパニーズ・ランゲージ・ウィズ、EG ・プログレッシブ・エクササイゼズの序文にて、森有紀の,の国語・英語化論を批判し、日本語論争などの地に、国語・国字問題と呼ばれるものに発展し、大月文彦の、玄海や前島ひそからの漢字論などとともに、国語以前の日本語論争の先駆けとなった。1875年10月ロンドンで、ザ・イングリッシュ・イン・ジャパン、ホワット、 英イジャパニーズ・ソート・アンド・センクス・はバウト・ゼムを観光。1876年9月ロンドンで、ザ・トリー・ティー・ビトゥ・イン・ジャパンイングランド観光。その後、フランスにも赴いた。明治11年に帰国。この留学で達意の思想の中核となる、言論思想の自由、抗議世論の重要さを学んだ。同じ都差出身で、共に英国留学した、星通りやオノ・アズサラと共に、 朝野新聞や自由新聞などで中井町民らとともに自由民権運動を日本に紹介し共存同州好循者の活動に参加。ちょうどこの頃、西南戦争の勃発に乗じて拒兵による大久保利道政権の打倒を策して失敗。末広主義安らとともに国友会などの組織を立ち上げる。明治12年から同13年頃、 共存同州の金子健太郎、島田サブローラと共に、市議憲法意見を起草した。日本人学生会を組織し、法律学による啓蒙活動に従事し、国友会を基盤に自由民権運動の指導者となった。明治12年、公順社創設委員として、社則規則などに参画し、明治14年、明治議塾創立に参加した。自由党決闘大会で、 後藤章二郎に次ぐ副議長に選出されて議事運営にあたり長野新聞に投書し明治15年に自由新聞を創刊して主筆となる。板垣大輔の外遊に反対して自由新聞を退社しりと演説会を主催する。明治16年警視総監河山助則から東京での政治演説の禁止を申し渡される。その後は著作活動に入るが カバさん事件に関して、露国虚無党の力と称するところのダイナマイトに着目し、明治18年11月21日に横浜、山手のモリソン商会で、ダイナマイトは売っているかと尋ねたため、密定に発見され検挙。爆発物取締り罰則違反に問われて、大石正美と共に逮捕される。翌年6月2日、公判で無罪判決を受けた後、 6月12日アメリカに亡命して講演を行う。アメリカでは政府批判の講演を行い、中米講師としてアメリカにいたムツムネミツを訪ねる。しかし病苦と貧苦に耐えきれず、明治21年、肺結核と肺炎のためフィラデルフィアのペンシルバニア大学病院で死去。去年38、最後を見取ったのは岩崎久也と林民美夫だった。 達井の墓は、ウッドランド墓地にある。上野の寛永寺谷中墓地にも、墓碑がある。明治29年11月2日、谷中天皇寺で達井の没後8周年祭が催され、福沢幸吉、正殿、平五郎、金子健太郎、田口幸吉、渡辺幸喜、中見川彦次郎、矢野文雄、尾崎幸雄、犬飼武史、中江町民。 大石正美ら福沢に連なる140名ほどが3列した。ありがとうございます。